それじゃやっていきます。スパロボアルファ実況のパート20、おそらく24かな、多分24やっていきます。ガンダム星の海へまでクリアの次です。スパロボやりたい欲が高まってる。なんかあまりにもなんかやることがない時ってスパロボやりたくなるよね。難しいわ。これでいきます。ちょっと時間食いすぎたか、6分ぐらい話しちゃった。6分ぐらい時間かかっちゃった。すぐステージに入りたい。かといってストーリーをないがしろにしたくない。フルバーニアに完走しますな、やっぱりな。ボロボロに打ち負かされてしまったからね。ガート、どうした、何が。僕がだから自信を持って、そしてあなたには話しかできないことがある。それはそれ、こうにしかできないことって何かあるかな。フルバーニアのテスト、じゃあこのフルバーニアのテスト中に月のなんかあの、え、月じゃねえじゃん、ここラビアンローズじゃん。あれ、じゃああのケリーさんは、ケリーさんと会うかと思ったんだけど、乾燥したとな。すごいスピードで読んでいるんですけれども、頭に入ってないな。それにしちゃ気前がいいよね。やっぱ読んでいた方がいいかな。うん。英語とティターンズ、ネオジオの戦いが長引けば長引くほどモビルスーツが必要とされ、彼らは利益を上げることができる。だから私たちみたいな組織にも何かと協力してくれるのよ。死の商人シャクティ、どうしたの、顔色が良くないよ。鼻がムズムズする。別に何でもないわ。もしかして体の調子具合でも悪いの。そんなことないわ。私は元気よ。嘘。少し休んでくる。この会話のところは別に飛ばしないんか。情勢のところが大事かな。宇宙の環境に馴染めない。まあ、あり得るよな、それな。宇宙パイロットになるの、宇宙飛行士になるのってさ、相当訓練してからなの。エマリー、ニナ・パープルトン。エマリー、艦長代理。知り合いなの。英語所属でラミア・ローズの艦長代理を務めているエマリー・オンスです。チャック・キース将尉です。ウラキ将尉です。あなたがフルバーニアのテストバイルとウラキ将尉ね。お話はいい中でよく聞いているわ。乾燥作業ね。神指団くん、いいな。後で彼のところまで案内してくれないかしら。へえ、ダブルゼータの件で神指の意見を伺うの。なぜ。仕方ないよ、1号機の乾燥作業を手伝うから。せっかくバー飲みに行こうと思ったの。だったらカフェテリア行くといいわ。なぜカフェに。子供たちで連れてカフェテリアに。キース、いいやつだな。ネオジオンはコロニーにも手を出しているんですか。うん。ろ、柔道がおりやないか。もう一度積み込まれない筋で、じゃあ高く売れそうだな。そしたらさ、ここよりいいところに住めるね、ジュニロ。ここって言うけどさ、ここって言うけど、ラビアンローズもなかなか悪くないんじゃないか。モビルスーツを売った金があれば、リーナをどうかのコロニーのいい学校へ入れることができるぜ。話が。ラビアンローズってなんか、結構ちゃんとしたコロニーじゃない？花みたいな形のさ、こんな赤くてこう黄色くて説明できん。絵でも描かんと説明的にラビアンローズの構造。悪の道だなんて、シャングリラから逃げてきた俺たちが生きるためには金が必要なんだよ。そうだリナ、俺はな、お前のことを考えている。お金儲けだけに一生懸命なお兄ちゃんなんて嫌いだ。お兄ちゃんなんかダメになるくらいなら、お兄ちゃんがダメになるくらいなら学校なんて行かない。まあな、盗人になった兄の金で行く学校だって、なんかあんまり行きたくないよな。
なんとかして戦艦がモビルスーツを戦艦から似たような髪型しやがって違うよ、僕たちはさっき節減した戦艦のクルーさん。え、嘘でしょ、私とそんなに年は変わらないのに。まあ、嘘が特殊なだけではこういうなんかこのあのロボットもののさ、主人公は大体少年がやるけどさ、あの大人たちがいる中での少年なんだよな。少年とか年若い人たちなんだよ。大人がいる中でお、こいつすごいやんけっていう若さでやるからすごいなってなるのに、このスパロボとかの世界だとそのすごいなっていう子供たちが集まるから、子供だらけの軍、子供だらけの軍隊というか子供だらけのそのクルーができちまうな。じゃあ一体誰が料理作ったり服片付けたりしてるんだよってなっちゃう。方面さんを呼べ、方面さんを。具体的にどうする、ことが起こる前に説得したらどうかな。だったら説得役は俺にやらせてくれよ。同じ境遇の者同士、話が通じるかもしれないだろ。リナ、それでいいのかい。お兄ちゃんたちが他人のことをすんなり聞くとは思えないけど、この人たちならもしかして。はい、お願いします。今彼らはどこに、多分もう戦艦の方に向かっていると思います。じゃあ行き違いかな、よし、リンホースに戻ろうぜ。リンホースの方に今度は連中が、柔道他の連中が、人多いな。機体がしょぼいくせに人が多い、人ばかりが多い。これはもう多少なんか死んだとしても全然やっていけれるレベルに。ビクトリーの後継機はもっとすごい、今までの常識を覆す使いすぎたりに仕上がる。こう月での最終調整が終わり次第か、そろそろビクトリーガンダムが来るのかな。え、 V ガンダムでビクトリーガンダムか、あれいわゆる V2 ガンダムなのか、あの光の羽が使えるやつは。新型機ダブルゼータガンダムのテストパイロットを務めてほしいと。ルーカじゃないんですか。ルーをないがしろにしてるな。そういう言い方やめてもらえませんか。何か戦闘マシンみたいな扱いを受けているようで嫌なんです。わかりました、テストパイロットの件をお聞きします。いいの、神谷君。ゼータの攻撃なら興味がありますから。リナの兄貴たち一体どこにいるんだ。もしかしてもうリニホースの格納機の中、格納庫の中に入ってるとか。ここはリニホースの格納庫の入り口だ。ここらにいるかもしれないぞ。あれじゃないか、声が聞こえる、外から声が聞こえる。リナ、子供の声が聞こえる。まずいぞジュド、こいつは戦艦のクルだぜこれのモンドとかビーチャとか使う隙も起こらんけど、実際使うとどうなんだろう。でもだからって人の元を盗んでいい道理はないと思うぜ。説得力はないな。どうすんのジュド。何を言ってるかよくわからないね。嘘つけ。うわ、押すな。うわ、それみんな格闘庫へ走れ。はい。何のために行動しとるのかということになっちゃうよな。ここでリナがそっち側にいたら。しげり、あれ神湯って空手だっけ、空手家だっけ。ち、待て、どこへ行くんだ。仕方ない、この戦闘機で我慢するか。新品みたいだからタグ売れるかもしれないもんな。実際問題さ、こういうものを盗んだとして、こういうところでこういうものを盗んだとして売ったら相当な額になるんだろうな。一生暮らせるんじゃないか。それで慣れた手つきでやってるからさ、それこそまあね、それこそ結構な金をすでに得ているのでは。
初めてのチャレンジと思えないもんな。盗む手口が鮮やかだし、一気に盗めば数億円とかそういう単位じゃないかと思ってしまうけどね。はい、これがラビアンローズですね。これがラビアンローズです。いい感じの頃に、ガンイージかガンブラスター、あれガンブラスターかな、ガンブラスターまで奪われてるじゃないか。あれこれ話しか寄ってなかった。なんでカミーユが、アールジャジャ、ネオジオンか、マシュマ、マシュマがおるやんけ。無論我々ネオジオンにあだ名すべての敵を排除する、そしてハマーン様のため私は全力を挙げて奴らを叩き止めます。何をわけのわからないこと。ガトー少佐の部隊は行動を起こす日が近い。星の屑作戦の前哨戦としてこの部隊を叩き潰す。キャラスン、お前は私の戦果をハマー様に報告するために派遣されたのであろう。では私の華麗な戦いをしっかりハマー様に伝えるのだ。また変なやつが上司になったな。マシュマー様だけでも手を焼いているのに。こいつは楽しそうだな。暑いのよ。え、変なやつ。マシュマとかキャラとかさ、なんかうまくやれば仲間になりそうだよな。呪道の力でうまくやったら敵対しなくてもよかったんじゃねえかなって思うよな。ラカンはダメだけどな。おい、なんだろう、セット機は英語と新型が、いや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 、勝てるわけねえよ、勝てるわけねえよ、ハンマーハンマーに勝てるわけないだろう。ゼータガンダムでズサとやり合うレベルだったのに、違う、ズサじゃないな、ゼータガンダムでやっとガルスジェイとやり合うレベルだったのに、ガルスジェイで合ってる。まあでも柔道ならコアファイターでもなんとかいい戦いをしそうな感はあるな。引きはせんよ。うまいことなんか隕石の影とかに隠して、おい、そこのコアファイターのお前、柔道明日パーツの一部、ダブルゼータガンダム嫌だね。俺はあんたを信用したわけじゃないからな。ジドが持ってくるまでここにいる。だったら戦機から離脱しろ。首都にモビルスーツセンターは無理だ。モビルスーツ本当に死んだら元も子もないぞこいつ。その辺本当の戦闘のプロが目の前にいるんだから。これはどういう今回はあれなんでしょうか。母艦柔道がリニコースジュニアまで行けば勝利なのか。それはお安い御用ですが、こいつらを活躍する気はない。全く精神能力にもよるけど、信頼じゃちょっと使いたくないし、根性とかグランでもちょっといまいち。幸運があるビーチはちょっとまあ悪くないけど、隠れ身幸運か。L は隠れ身があるから面白いな。加速集中幸運隠れ身。重いけどね、幸運。あの、ここまでで19分だもんな。まだ戦闘らしい戦闘を行っていないのに19分、どれぐらい食らうかな。もらったー、もらったー。
あんま伸びてないっすよ。あ、そうか、優先式ビーム砲ってあんまり手伸びないんか。手が伸びるわけじゃなくて、手がちょっと伸びて、なんかこう方針みたいなのか。マッシュマンにそこまで縦で少しはできるようだな。やっぱ縦あると強いな。ズサズサガザシ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 、ほほう、フルバーニア、そして V2 か。いやー、ガンダム勢が急に増えたな。役者というか役者機体が揃ってきた。さてねー、 V2 ガンダムでいいか。 V ダッシュガンダムでした。 V ダッシュガンダムっつうんかこれ。一応強いね、オーバーハングキャノンがあるから。あー、でも、燃費悪いな。3発しか撃てんぞ。メガビームライフ、まあ、4発しか撃てん。これリアルにガンブラスターの方がいいまである。加速で前に出よう。いやー、でも、幸運が2回使いたい。幸運蹴散るために。そして、ウラキのフルバーニアン。ウラキのフルバーニアンは、移動力8が、あ、ブースターつけてからか。つけてからか。ビームライフルしかねえ。フルバーニアンさ、フルバーニアンさ、やっぱあんま強くないんじゃないかな。ハイパーメガライフル、メガランチャーが使えないのか。かといってこれでは、ロングビームライフルがいいか、ビームサーベルがいいか、ビームライフル。ただのビームライフル。ただのビームライフル。射程がね。見せてもらおう、そのロングビームサーベルとやろう。当たれ！ジェッタだけちょっと優遇されてる感がある。まあ2000ぐらい、2600。やれる。ハイパーメガランチャーが使えるんじゃないか。まあ当たらん、まあ当たらん。てってってってれってれれれ。そして信頼使いたいな。信頼持ってるやつなんか短期突入はちょっと V ガンダムヘキサという選択。こいつらこう持ってんだから先に前に出してよかったな。ちょっと今後悔している。でもあれか、無視して前行かない、無視して前行かない。マシュマーが手ごわい。シュマーが手強い。電柱の射程の長さよ。ずさミサイルポット。こっちを狙うか。ビームバズーカ使う。してくれるといいんだけど。よし、オッケー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 。これでうえ、狙うなガンブラスターを。
これ危険じゃない？危険水域まで来てない？回避。誰が乗ってた？いいの？ L か。L だ。当たったらどうするつもりかな、なんだろうな俺。L を失うことになる。やめてくれ。ギリ防御できるレベルかな。25%、当たれば 25% で当たれば確実に死ぬ。 51% なら半分の確率で避けるし、当たったとしてももしかしたら大丈夫かもしれない。怖えな。どうだ。うわっ、エル死んだ。 50% を避けれんのが悪い。 50% が 25% でも多分当たってたよ。エルが全然増援が来ないんだが、どうすっかな。ハンマーは多分これ入れたら入れたらあと他の連中みんな出れるようになるんじゃないかな。そうでもない。よし、ゴッド、お前が戦う挑み、その実力を見るのだ。え、自分がですか？遠いよ。ほう、ゴッドン早い。ゴッドン早い。ビームサーベル 0% か。うん。でも HP は4200程度か。そう簡単にやらせるかよ。ダブルゼータのビームサーベルの方がはるかにでかいんだから、ゼータガンダムとかでも。うわ、やられた。ダブルゼータのハイパービームサーベルはめちゃめちゃ確かでかいビームサーベルだった気がするぞ。もっとエフェクトを変えてほしい。すごい感動の嵐。ダブルゼータってなんてパワーなんでしょう。あ、やっぱ全員出てくれるようになるね。発揮。うわええんかこのメンツで。モンシャとバニングさ出さねえよ。もうしたらガンイチと、誰が誰やら。誰が誰やらだ。うまいこと激励使っていきたいけど、ビームライフ、うっそ。あ、この辺りで幸運を役立たせていこう。この辺りでビームライフ 92%、 まあ上でしょう。痛くなかったな。いつも幸運がある。幸運、まあ
大したお金じゃないな。いつも幸運が激励か、激励持ちか。うまい位置に配置はしていきたいけど、こいつは期待持ちでしょ。期待持ちは別に移動しなくていいや。倒せたら倒したい。うまくいけば倒せれるかな。1700あるし、まあうまくいけば倒せるかな。ぴったし、ほぼぴったしで、ルー間に合わんな。ここにいては間に合わんな。ヘレンとかいう激励目当て。これも移動できはしない。フルバーニアン努力必中、ひらめき。出ない方がいいね。射程4しかないもんね。うおー、行かせる。ビームサーベルで。あまりユラキに射撃のうまいイメージがないから、格闘を中心に組み立てていきたいね。しまった、うまいでしょ。カミーをどう使っていくかな。敵の懐に入り込んでいって、7発はある。ここあんまりいい位置じゃなかったな。ここと、ここだから、この辺りにいればいた方がよかったな。下手くそだ。多分死んじゃうので、ビームライフル調整。うん。いや、防御反撃の方がいいか、ビームライフル。優先式ビーム砲では死にはしない。と思う。ハマン様、バンザーイ。あ、聞かない。多分一発。うん、安いもんよ。安いもんだから。これまずいな。一回帰らんといかんかもしれない。帰る必要はなさそうだけど。さあ、誰が撃つかな。ハンマーを、まあ、V ダッシュがいいけど、オーバーハンキャノンで打ちたくはないな。もうちょっと削ってから。こうかな。タワン。微妙に。激励あり。マーベットが良いかな。ひらめきあるし。で、これでビームライフで死なない範囲でミス。
ちょっとね、あの調子が悪くなったんで取り直してます。マーベットが攻撃を外し、オーデルが当てるものの全然削れずという、強いというところからの再開です。困ったな。これじゃあ倒しきれるかもしれん。答えろ、加藤はどこだ。確かにおかしいんだよ、このマッシュマが相当粘る。613、ここまで来ればいけるな。幸運で倒そう。うっそ、幸運。このやつでビームサーベルを使ってみようか。これでよし、多分なんかあのうちわみたいに言ってるビームサーベルじゃなかった、かっこいい。この V ダッシュランダムはかっこいいな。ね、センスで殴るみたいな感じ。まあ実際宇宙空間で戦ってるわけだからな、当たれるもんなら当たるのが長い方がいいよな。1本より8本、安い、今安かったぞ。Stand up to the victory。 うーわ、いやー、どうだろうな、これに一発当てたいんだけど。射程が8でしょ。1、2、あ、まあそうか、信頼使おう。信頼、誰か信頼持ってる人、誰か信頼持ってる人いませんか。いる、いっぱいいる。こんなんほぼゾンビじゃんね。猫目のキャラ、遊びでやってんじゃないんだよ。なゼータのロングビームサーベルの方がダブルゼータのハイパービームサーベルかっこいいんだよな。なんかこれでかけるつもりだったのに、いや、まあそんなに高くはなかったかそんなに高くなかったからよしとしてしてでいいのかな。てってれってて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 。誰が修理できる？誰を修理するんだい？あ、オデロ。4。おお。ダブルゼータ強くないか？ダブルビーム、2800。
インフレか。ただのダブルビームライフルが頼もしい反面みたいな感じだな。まあ、まずは小手調べに。ウッソのもしも一発で倒したらいかんから幸運を。オーバーハングキャノンを使ってみるか。いや、ボトムアタック3000か。このドリキャスの画面ちょっと荒いでしょ、文字とか見にくいとか。まあ、これテレビとかだとこんな感じっていう、こういう画面だというあれですという。まあその端子の問題で。おお、かっこいい、かっこいいな。これはあれですね、カミーユのハイパーメガランチャー使った頃には死んでたな、ひたすら。ちょっとね、あのぼやけてキリッとしてない、ね、鋭くない、鋭いっていう表現でいいかな、鋭利じゃないっていう感じかな。だけどもなんか VGA 出力みたいな、そういうふうなものができる機器を買うとちょっとマシになるというか、ドットがちゃんとドットドットするというふうなのがあるんだけど高いんだよ、それが。それ今当時はそんな綺麗に見てなかったから、綺麗にして見てなかったから、まあ多少汚ねえなと思っても、それはまあ味と思ってというごまかしでもって。間違えたと、こんな時にこんな時に期待があるんですね。期待便利すぎる。よし、完璧ですね。多分倒せる。なんかシェンムーの HD にしてやってる実況をちょっと見てしまって嫉妬してしまった。ドリームキャストだけどすげえ綺麗に映す方法あるんだなって、どう映像にする方法あるんだなって。でもな、高いんだな。2万とか3万ぐらい投資しない、それできない。これだったら2000円ぐらいできる今の環境のままでいいかなっていう。実況者としては半畜だな、それ。まあ、しょうがない。そういうところはしょうがない。そこまでかけてやっちゃいかん気がするんだ。当時そこまで綺麗に見えてなかったのに、当時を超えるレベルで綺麗に見えるっていうのはなんか違う気がするんだよな。言ってみればさ、駄菓子屋のお菓子を売ってる店なんだけど、その駄菓子屋で使われてるその素材が全部こういい素材でやってるみたいな感じになっちゃう。昔はその脱脂粉乳の寒天だったのに、今になるとそれは牛乳の寒天ができますみたいな高級な牛乳の寒天ができます。でもそれは多分元のものとはちょっと違うんじゃないかなって。なるほど。今思いついた。今言い訳として思いついた。不問にしろと。他のものに対して示しがつかん。そんなばっかだな。いいだろう。艦長、わしらはすぐにガンダム2号機の捜索任務に入らねばならん。ガキどもの処理は、処分はエマリー艦長代理に任せる。だがダブルゼータ無断使用の責任はお前さんに取ってもらうぞ。あ、食いしぼれ、ちょっと待て、カミーユ殴るな。だったらコウの方がちょっとあのだったらコウも殴れや。コウは
コウっていうか、ウラキだな。ウラキの方がさ、中殺系。ウラキの無断使用はいいのかよ。俺はこの戦艦に乗り込む。なんだって。お兄ちゃん、俺は神湯さんに借りができちまった。この間でまたよ。なんでそうなんだよ。なんでそうなんだろうな。死んじゃうよ、下手したら。どうしちゃったの。戦う理由なんてないわよ。言うほどネオジオン悪いのかな。その辺がよくわかんねえんだ。ネオジオンって本当にそのスペースノイドにとって悪いのかな。柔道だってネオジオンにいる方が幸せになれるんじゃないか。で、ネオジオンに柔道がいることによってネオジオンがやっぱ勝つんじゃないかな。勝ちに進むんじゃないかな。戦局を一変させることができるレベルのパイロットだからな、柔道ってな。そらハマーも勧誘しまくるわっていう。だからその柔道がネオジオンに行けばきっとネオジオンは勝つし、ネオジオンが勝てばネオジオンの世の中になるから、きっと柔道もいい生活ができるようになるんじゃないかって気がするけどな。必ずしも連邦に行くジオンが、連邦に行く柔道が正しいとは限らないというか、イフルート嘘は怖い人になるんじゃないかって。まあ、このスパロボ世界でそれやっちゃダメか。スパロボ世界はこのなんかこのわけのわからんこのロンドベル隊とかいうところに歴史を変えるレベルのエースたちが集まってるから、もしも柔道が敵側にいたら敵の一人として戦うだけになって、まあ、どうせまた神湯とかに倒されて終わっちゃうんだろうな。神湯とかアムロとかゲッタロコとかマジンガとかが寄ってたかってボコボコにしてネオジオンの世の中が来ないことになっちゃう。ラビアンローズの形だな。美味しい。よかった。シャクティも元気が出たみたいだ。おや、あんたたちもパフェミアでかい。ジュンコさんたちも。ここに来たらこれを食べないとね。マヘリア、いいの？ダイエットしてるんじゃなかった。大丈夫、大丈夫。さっきの戦闘でカロリーを消費したから。戦闘ってカロリーを消費するんですか？それってダイエットになってないわよ。正論、ド正論。え、あ、キス。しかも一人。コウにもうちょっとまともな機体を用意してやってくれんかな。フルバーニアンじゃ厳しい。フルバーニアンじゃ頑張っても V ガンダムよりもしょぼい。 V ガンダムヘキサより下手したらしょぼい。そんな強く否定しなくて。ではエマリー艦長代理、受動アーシタはこちらで預かります。わかりました。それと彼の仲間たちなんですが、どこかで見かけませんでしたか。彼、ああ、なるほど。柔道の仲間たちがラビアンローズにないってことか。ニュング伯爵、ゴメス艦長、久しぶりだな。ええ、リンホースジュニアの進駐式以来です。こちらは無事新型機を受け取りました。ではすぐにコンペイト収益に向かってくれ。ガンダムの2号機はそこへ現れる可能性が高い。あそこに集結中の連邦正規宇宙艦隊を核で一掃するためにですか。そうだ、そこでリンホースジュニアはコンペイト外周中域を注意、コンペイト外周中域って言っちゃってんだ。コンペイト外周中域を中心に2号機の捜索をしてほしい。ここからコンペイトが近いですからな。了解しました。それからバニング隊以下、ロンドベル隊の諸君に悪い知らせがある。なんだろう。ロンドベル隊の機関アーガマが日本近海で突如消息を絶った。非常に悪い知らせでしょうね。本当なら連邦軍極東支部からの報告では戦闘した形跡はなかったそうだ。アーガマの件については何か情報が分かり次第そちらに連絡を入れる。お願いします。それではガンダム2号機を何とかしてでも派遣し核攻撃を阻止してくれたまえ。頼んだぞ。ちょっと行ってみたかったな、バイストンウェルに。バイストンウェルに出会ってたと思う。ではエマリー艦長代理、わしらは出撃します。資金をいくらかこちらに運びました。どうかご分を。資金、資金来る、資金、資金来る、来てるか。資金、これ大して来てない気がするな。資金大して来てないよ。資金来てないぞ。じゃあ強化パーツかな。
あれ、このガンブラスト誰も乗ってない。マグネットコーティングしかないですね。資金、資金がない。あ、次までに絶対忘れるから、いいの、いいの外しとこう。いいのじゃない、いいのじゃない、 L を外しとこう。あれ、 L いねえよ。てっきり乗り込んでるものと思ってた。まあいいでしょう、今日はここまでだ。まあ夜とかにね、だらっと見てもらうスパロボです。だらっても見てもらったらいいんじゃない、スパロボです。そんなにね、肩肘張らずにだらっとだらっとやっていくんだ。自分がやりたい時にやっては取ってはあげていくという、これ本当にギリギリだな、コンテンツとしてギリギリだな。あれ、今セーブしたよな。危ねえ、セーブしてなかった。はい、では次回、またお会いしましょう。ほなまた。